悪性黒色種とは、皮膚、眼科内組織、高校粘膜上皮などに発生するメラノサイト由来の悪性腫瘍である。正確な発生原因は不明であるが、表皮基底層部に存在するメラノサイトの悪性化によって生じる。また、皮膚に発生する悪性黒色種は、紫外線曝露と、測定に発生するものは、機械的刺激と関連性が深いと考えられている。 メラノーマの大部分は、母藩や老人性式素藩とは、無関係に、表皮規定装部に存在するメラノサイトの眼科によって生じる。なお、1970年代までは、扁平状皮き定層に存在する良性の母犯が、全眼病変である異形性母藩を形成し、水平増殖期、垂直増殖期を経て、転移を起こすという段階的な悪性化モデルが考えられていた。 日本人の年間推定発生患者数は1500人から2000人前後とされており、欧米人の10万人に約15人から20人に比べ圧倒的に少ないが、近年は増加傾向にある。悪性黒色種は大きく4つの方に分類できる。末端黒子型黒色種、氷剤拡大型黒色種、結節型黒色種、悪性黒死型黒色種この中で、 末退国史型が日本人患者の1、3以上を占めるとされる。教材拡大型は紫外線の影響が大きいと考えられている。悪性国色種の病形相対頻度を見ると、日本人では教材拡大型は17%であるのに対し、白色人種では58%という意味発生率が高い。日焼けマシーンの使用者は発症リスクが 1.2倍に上昇するとの報告がある。この悪性黒色種は人間以外にも発生する病気で、特にアシュゲウマの発生率が高い。日本の競争場では CB クロス、白体性などが悪性黒色種が原疾患で死亡している。稀な発生部位超音波検査、CT、MRI 検査、p e t 検査、ダーモスコピーによる診断が行われるが、 専門医であっても、肉眼だけでの確定診断は難しいとされ、皮膚表面での乱反射を抑制した状態で、表皮内から神秘戦争までの色素分布を拡大し、観察するためのダーモスコープを用いたダーモスコピーを用いる。この手法による ABCD アルゴリズムを用いた診断は感度91.6%、得意度60.4%であった。 またキャッシュアルゴリズムも同等に優れていた。特徴は以下の通りで1文字ずつ取って ABCD と言われる。さらに日本ではほとんど全ての症例が病変部の隆起を伴うことからアブクドとも言われる。特に比較的短期間に次のような変化が生じている場合は要注意とされている。抗ビメンチン抗体に100%陽性。 抗サイトケラチン抗体陰性、高 s マイナス100タンパク抗体陽性、高メラノソーム抗体陽性、TNM 分類をもとに臨床病気が決定される。T は腫瘍の厚さによって規定され、上皮内眼を T 図とし、1mm、2mm、4mm を境に T1T4 までの4段階に分けられる。これはさらに海洋の有無によって A と B にア分類される。 N は所属リンパ節への転移の数で規定され、0個で N0、1個で N1、2から3個で N2、4個以上で N3 とされる。M は遠隔転移で規定され、転移がなければ M0、あれば M1 となる。さらに、転移部位と LDH 値で AC に分類される。これを元に n m で T を期、t び t a を I 期、 t2bit よび t3t4 を通期 n13m0 を3期 m1 を放期とする悪性黒色種細胞の産生するメラニン化流は元来強すぎる太陽光特に紫外線から生態を守るために防御反応として産生されるものであるまた化学療法も術後補助療法や手術不能例に対しダカルバジンニムスチン ビンクリスチンとインターフェロンベータを併用するデブフェロン、両方などが用いられてはいるものの、総効率は30%である上に、完全寛解は稀で部分寛解がほとんどである。ブラフ V600E 変異が認められる場合は、ブラフ阻害薬の低分子の蛍光薬のベムラフェニブなどが使用される。ベムラフェニブによる治療も、がんの耐性獲得のために、使用抑制効果は一時的とされる。 第一選択の治療は、外科的切除に頼ったものになっている。手術は、全摘が原則であり、その際には、主要周囲3センチメートルの範囲を摘出する。診断のために全摘生検を行っていた場合は、転移を防ぐために、生検から2週間以内に根治手術を行うのが、望ましい。また、2014年治療薬として、 高 PD-1 抗体ニボルマブが世界に先駆け日本で承認され発売された。2018年5月25日、根治切除不能な悪性黒色種に対するニボルマブとイピリムマブの併用療法が認可された。日本国内では初の免疫複合療法の承認となった。冷気や愛気であれば5年生存率は90%以上であり。 通期でも70から80%であるが、3期では50%弱、後期では10%未満と予後は悪くなる。また、陰部など特殊な部位に発生した悪性黒色種は他の部位のものと比べ予後は悪い。ありがとうございます。